やっぱり誰かがこちらを見ていますね。こんな悪趣味なことをわざわざする相手。なるほど、そういうことです。どうせ誰も沈んだりしないでしょうね。それではロンさん、今日は手合わせよろしくお願いしますね。ええ、こちらこそお願いします。思えばロンさんと演習で敵同士で合間見えるのは初めてですね。今日は貴重な機会を。もう演習は始まっていますからね。もう護衛艦隊が狙われてる。私のことを見てから逃げませんよね。私に挑むとはいい度胸だ、ロン。行きますよ。あなたはこの艦隊に何か。無事に戻ってきてくださいね。あなたはこの艦隊。待機するね。こそ隠れて脅かしてやる。おお、鬼ごっこをしに来たのか。こそこそ隠れて脅かし。やぼる。何が知りたい。答えてあげなくもない。いろいろ把握しておくのも大事なことだからな。任務始めちゃいますね。逃げられるとでも思って。
を侮るでないぞ。誰が来たって敵じゃないわ。すごい力のマウントに偽装起動。楽しかった。私のは同時治癒よけないからどこで入ってるの。力が溢れてくる。嘘でしょ。この世界最強の従順であるこのドイチュラント様が。それ自分で言うのは恥ずかしいと思いますね。さっさと行きなさいよ。遠慮しないでどんどん買ってほしいにゃ。あかしのお願い聞いてほしいにゃ。私はそんなに暇じゃないにゃ。あなたはこの私でよければ何なりといろんな装備がありますよね。あなたはこの艦隊に何を求めますか？お部屋の掃除なら問題ないわよ。
任務始めちゃいますね。あら、どこを見てるのかしら。いけないわよ。幸運の風を連れてきたわよ。誰が抵抗していいって言ってやるぞ。動きなさい。誰が抵抗していいって言ってんの。まさか逃げられるとでも思ってる。翼を侮るで、これで終わりよ。クライムさん、やったな。準備できてるわよ。いつでも行ける。お願いしてよ。幸運の風を。どう？少し痛いわよ。受け取りなさい。誰が目を。私のは煩わせるなんて。少しはできるようだ。誰が抵抗していいって言ってやるぞ。ここです。避けないからですね。敵防衛確認。弱すぎましたね。私のは同時中あっあの時バタをあの覚えてみて。あっうるせえ。よけないからでバレた。わたしともいどうしてもいいのだ。今度も年よね。すごいわ。よく頑張ったわね。力があふれてくる。私のお願い聞いてほしいにゃ。マイボリーにゃ。いらっしゃいませにゃ。私はそんなに暇じゃないにゃ。完成にゃ。あなたは私たちの使命のままに。カッパミシンに壊したい。嫉妬しちゃいます。嫉妬しちゃいます。カッパミシンに壊したい。嫉妬しちゃいます。はい、ハグですね。はい、海鮮ですね。これはニーニーちゃんの仕掛けだ。ダミー待ち伏せ艦隊かけられた。あなたはこの艦隊に。あら、残念。 U81 どこ行ったの。また鬼ごっこかしら。任務始めちゃいますね。ちょっとだけ待ってね。全部。
する。全力全開。引きません。容赦もためらいも、私の持てる力すべてかける。私のシールド展開。この私の狙いが外れる日は何もだ。さあ覚悟して。お祈りは済ませていかに。引きませんよ。私のは一味違う。楽しみだな。ちゃんとかわしなさい。ああ何悠長にやってんのよ。終わっ、ただでは済みません。その意味覚えておいてください。どんどん一般にはシールド展開。私の持てる力すべて一味違う。もう終わっちゃったのね。少し物足りないね。いいニュースですね。私のことを見てから逃げませんよね。ニーミと姉ちゃんの援護に行きたいけど、そうはさせてくれないかな。どうでしょうね。シュペイと戦うの楽しみです。あなたはこの艦隊に決めたのなら仕方、期待していいわ。任務始めちゃいますね。そう焦るものではございません。私について。誰が抵抗していいって言ってやるぞ。次へつなげるのよ。
悔いぞ。強さを追い求めし運命が。うん、守りきれなかったみたい。いえ、シュペーが私を沈める気で反撃したら返り討ちにできたと思いますよ。慰めてくれてありがとう。ちょっと休んでから戻るね。本気で私たちに勝てると思ってるんですか？ああ、もう戻ってきました。想像の10倍くらい作戦行動が早いですね。最初にダベっている時間も惜しかったですね、ニーミちゃん。まるで絵に描いたように美しいノーガード戦法だよ、これ。ニーミちゃん、このまま帰還であるあなたを引き裂いて。あれ、あたりが急にやっぱりこれを待っていたのですね、お客さん。これは合同大演習の時にあった表面会議。ロンさん、気をつけてください。言われるまでもない、撃ち落とす。これがセイレーン。楽しませてもらいますよ、ロンさん。おい、何が起きてるんだ。あれはセイレーン機。ニーミ、ロン、しっかりして。覗き癖の親玉さん、そろそろ出てきてはどうですか。では望み通り出てやるわ、ロン。人型のセイラー、キュリファイアーとオブザーバーと違う。あら、意外と素直ですね。一応聞きますけど、何が目的ですか。ロン、あなた敵を倒すのにこだわっているわね。いいわ、それでこそ正規の本性ね。どう、このあなたのために特別に調整した偽装は。あなたさえ良ければ、私たち聖伝の力でさらに強く調整してもいいわ。あなたが望めばどこまでもね。量産できれば他の陣営など鉄血にとってもはや外周一色にしかならないわ。ロン、このドイッチュラントを置いといて先に強くなるなんて許さないわ。姉ちゃん、今それを言うの。何か悪いことを企んでいるに違いない。援軍が来るまで時間稼ぎしなきゃ。そうだ、いっそのことこの子で新しい力を試していいわよ。演習とはいえ今は敵でしょ。あなたにとって倒すべき存在よ。量産型の船に阻まれてローンに近づけない。ローンさん、セイレーンの話に耳を貸してはいけません。そうですね、あなたの言う通り、私みんなで仲良く和気あいあいより戦って敵を倒して引き裂いて滅ぼす方が好きですよ。ロン、ダメ。そんな、ロンさん、セイレーンの方に。敵を無残に引きちぎってコッパみじんに滅ぼす、それがどこまでも楽しくて気持ちよくて
興奮すること。この感情を肯定してくれる人は今までいなかった。ただ勘違いしてもらっては困るわ。強い力は確かに欲しいですけど、その使い方は自分で決めるべきだと思う。詰まるところですね。私は別に敵が誰なのか興味ありませんよ。何？むしろ私の前にノコノコと現れて、私におとなしく沈められるどころか、私の手で仲間を傷つけさせようとする敵なんて。ノッ！許せないよね！あなたはこの艦隊に。どうしたの、ビスマルク。またからくられたの？任務、始めちゃいますね。お待たせして申し訳ございません。私もついてですね。我らの学び屋にまさに目の前に精霊が現れるとは。諸君らが全員無事で心から安堵している。肝心の首謀者には逃げられてしまいましたけど。ローンさん、そこはいいじゃないですか。簡単に倒せる相手でないことは。
私たちで証明しちゃったようなものだし。気持ちは収まらないけどね。皆の傷が心身ともに癒えたら、少しずつ借りを返していこうではないか。あのセイレーンの逃げた先はわかるのですか？目星はつけている。そして何を？鉄血はセイレーンとは相入れぬが、無関係とも言われる。あの者たちとまずは対等にならねばな。グラフさん、何を企んでいるんですか？ローン、税23。キ君らには潜入任務をお願いした。場所はアイリス峡谷だ。はっ。いつかの日見つめ Thank you for playing. どこも平和そうで、ちょっと不満です。急いでくれると嬉しいです。